病院とか家の中だけでは叶えられないその人のやりたいこと、その人の生き方を応援できる、なんかそういうところが旅行という形で処方したいな。こっち止めます。よし、浜だよ浜。おばあちゃん海の匂いするの分かる？そうだね。そうだね。お前笑ったでよ。笑った笑ったばあちゃん。よかった。笑ったよ。分かった。いい子だいい子だ。どっちがどっちか分かってる。いい子だいい子だ。いい子だ。それがいいかな。いい子だいい子だ。胸の後も大丈夫そうです。うん、何かあったらどうするのとか、万が一があったら危ないよねって言いますけど、じゃあ一番こういけない理由があるんだとしたら、一万通りの対策をすればは叶うと思っているので、だんだんとね、はい、気分が、ね、うん、準備してたら朝からいろいろ二人の思い出の地をちょっと巡って、ね、一応プロポーズも京都でしましたから。そのプロポーズの地も行ってみようかという。京都に入りました。帰ってきたみたいな。そこは座ります。ファッションとかが、うんね、長旅でしたね。胸の音も大丈夫そうです。大丈夫です。疲れました。ちょっと疲れたね。ね、そうですよね。お疲れ様でした。今日はゆっくり休んでいただくだけなので、はい、明日そうですね。デカで会えなくて、主人がなんか待ち伏せしてたと思う、この辺りで、うん、そう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 、そうやな、うん、で、ああ会えてよかったって言って、で、あの辺の席で、そうそうそう、思い出してきたわ、だんだん、あの真ん中の席やったと思う、うん、はい、そうだね。で、そしたらお店の人がそれを聞いてたんだよね、男の子。そう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 、するってすごく難しいことだと思ってたのに、会ってみたら、ああこんなに簡単なことだったんだって二人とも同時に思ったっていう話をしたいね。意外に簡単じゃん。だから巡り合うべき人に巡り合ったら簡単なんだなと。
笑いを取らなかった。本当に良かったです。背中を押していただいたおかげで楽しい旅行が実現しました。トイレに行くのも大変、寝起きするのも大変みたいな自分になっちゃうと、当然その旅行なんていうものが頭の片隅にも浮かんでこない、実現不可能だろうか、まあそう思ってるのを手助けしていただける、その手助けしていただけるっていう存在があるということを知れたっていうのは本当幸せでした。ありがとうございます。高藤さんからですか？かわいい、綺麗。あ、そうですね。高藤さんからです。ありがとうございます。へえ、かわいい、綺麗。素敵やね。はい、行きまーす。3、2、1、はい、OK。かわいい。はい、ありがとうございます。任せてください。はい、じゃあちょっと最後に青空バックで行きましょうか。はいはい、よし。一日一回聞いてたんじゃないかなっていう言葉が、早く死にたい。っていう言葉だったんですね。自分が医者として関わることで、何かその人にとって少しでも何かできることがあったらいいなってところで、医者になったはずなのに、救いたい救いたい、助けたい助けたい、一秒でも長く生きてもらいたいって思えば思うほど、患者さんからは違うっていうふうにこう言われてるような気がしていて、先生、旅行に行きたいんだよねっていう風に言ってくれた方がいて、なんかそれを聞いた時に初めて、あ、神田さんに死にたいじゃなくて行きたいって言われたと思って、その人の行きたいっていうその願いを叶えることが自分の今できる、目の前の方にできる医療なんじゃないかなと。つぶつぶしかしてないんですよね。お願いしますね。これいつ頃でしょうか？これが1992年ですね。1枚だけあったのが、わさび農場のここで写したものです。この時はまだまだ元気でしたね。歩けたさ。最後ならなおさら娘と育ててあげた、連れてあげたいですね。一回ちょっと体調がぐっと悪くなってしまうと、やっぱりもうそこで旅行に行くっていうのがかなりこうやっぱり難しくなってしまう。でも一番大事なのはやっぱ時間だな。はじめまして、伊藤と言います。よろしくお願いします。
でもちょっと眠たくてお話できないと思いますけど、しっかりと思いは聞いてますから。その後主治医の先生と家族と一緒に話していきますね。お会いできて嬉しいです。ちょうど13年前に父親が初めて小脳出血で倒れたのが今日なんです。あ、今日今日なんです、はい、その同い年の4月19日に安曇野旅行に3人で行ったので、うん、本人にとっては健康体で行った最後の家族旅行だったので、うん、思い出深いのかなと。で、私は初めて父親のわがままというか、こうしたい、あそこ行きたいというのを聞いたのは初めてだったので、可能性ある限りは連れていってあげたいと思います。お願いします。ストレッチャーで移動できるように、今ちょっと他のスタッフが段差状況とか、そういうところを今調べております。なんか村田さんがね、こうやって明日のトイレ行く方法ね、嘘のご飯ですね。病院の人にね、みんな住む人にね、手助けしてもらって、協力してもらってよかったね、お父さん。ラッキーね。ラッキー。うん、明日行くね。うん。明日行く。どっちどう？うん。なんかいいかな。なんかいいかな。うん。明日行くね。うん。お一人お一人の気持ちがをうまくつなげることができたなと思っています。やっぱり動いたのは僕だけじゃなくて、ご家族だったり先生方だったり医療スタッフの方たちなので、で本当にこの機会は何としても実現したいですね。一言で言ったら悔しい、めちゃくちゃ悔しい、うん、叶えたかった。ほんの少しでも病院の外の空気吸ったり、ご家族で話をしたり、そういう時間を本当はやっぱ作りたかったなっていうのはすごく悔しいです、うん、ただその反面、不思議と後悔っていう言葉はあまり自分の中で今あまりないんです。きっと最後の瞬間までその夢が途絶えるってことはなかったはず。この水はどこから湧き出てるのかなという覚えがありました。お父さん、初めがですよ。前と変わってる。うん、変わらへんね。喜んでる。見たかったのね。よかったね。うん、ね、皆さんの力がね、寄せたの。ね、四十九日の間に来られてよかった。ね、お父さんも、ね、納得できるやろ。ね、うん。幸せやと思いますよ。本当に私らも幸せで、うん、こういう気持ちにさせてもらって、あの結果をどうでやるだけやったっていうそのね、すっきりした感じがあるので、この木が入るように、でここが多分そこの多分黒い木も部分もなかったんですね、多分ね、多分なかった。バッと取って再現する。
いる。いる？います。はい、じゃあ行きましょう。一緒に。はい、チーズ。一人一人がきっと言葉にはしないけども持っているっていうふうに思っているので、その人がどう最後まで生きるのかっていう、この選択肢はやっぱり自分が一つでも多くそれをできるよっていうのを見せていきたいというか、実現していきたいなと思ってます。